がどうする、自分で持っていく、自分で持っていって右足押し込んだ、同点に追いつきました YS 横浜。辻が決めました。後半の9分、試合は振り出しに戻りました。ここでボールを持って吉田のパス、辻がハーフェイライン付近から一人で持っていきました。梅井との駆け引き、うまくかわして利き足ではない、失礼、右足で、ゴールに流し込んでいきました。